はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日は武器について話してみようと思います。後で褒めてあげてくださいね。はい、武器画面にしました。結論から言います。わかりません。悪質な冗談をしてしまったことに心を痛めて思います。誠に申し訳ありません。話を、戻させてもらいます。私の結論から言いますと、武道会などを見ているとどうも得意みなしごの得意とされる武器および属性に関係なく、武器は使った方がいいのではないかという会見に至りました。まあ、持ってるね、武器などみなしごなどにもよったりするので、一概にね、それを無視、得意属性、得意武器とあと属性を無視するのもどうかなというのもありますけども、まあ武道会を見てるとやはり武器が充実しているとあんまりこだわってないような感じを見受けられます。もう本当にね、正解を探す、最適解を探すような感じになっていますね。もちろんバフをかけたりねしてますから、ボナパルト11だったら、MATK180% ダメージ与え、3ターン味方全体のクリティカルアップとかですね。この終わりなき英雄の歌などですね、3ターン味方のブレイブスキルとアビリティのダメージ 30% アップ、これもそうですね、これも私今使ってますし、そうですね、大体使ってるのはこれですね、ギミツヒコ、アタック 160% のダメージを2回当たる、8連撃を2回です。やっぱり結構なダメージを出してくれますね。他にもね、いろいろ見受けられるんですけども、まあ使ってないっていうのは正直なところなんで、いろいろねこう詳細を見たりしてね、ああこれは育てるべきなのか育てないべきなのかっていうのがね、分かったりします。実際問題本当に使ってないのもあったりしますしね。となるとやはり舞台をデッキを編成するときには、まあ、みなし武器以外を全部、違いますね、まあ私は長剣派なので長剣派で揃える。そして、先進もリーゼロッテメギド。お呼びですか？お呼びですか？あ、間違えた。メギドに。お呼びですか？お呼びですかですね。参ります。参ります。これで長剣パニのバフが乗って、みなしごの武器は、一切関係なく、属性も関係なく、揃える。っていう感じですかね。あとはね、本当さっきも出したようなバフ付きのね武器をどういうふうに組み込むかですね。これですね、こういうふうにして1番速い、2番目、3番目っていう感じで、バフをどん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 かけていけばいいのではないかなと思います。これはね、本当にその人その人によって違うと思いますので、武器をどういう風に自分なりに理解して使うかになってきます。ここからが上級者に入っていくのか、中級者でエンジョイ勢として楽しむかの分かれ道だと思います。またね、上級者からさらに上のね、本当にもうレベルの
違うね、人たちに変わっていくのかによってまた変わってきますからね。これでね、本当武器が何が強いのとは本当に言えなくなってきますね。あとはそうですね、ちょっとここからは、愚痴っぽくなるんですけども、本当にねこのゲームって素材ですね。素材が集まらない、武器素材が本当に集まらないんですよね、こういったところで。でドロップもね今2倍してますけど、それでもまだ渋いです。で武器がこれだけあるにもかかわらず、この素材ですね、素材集めが本当に厳しいです。こっちに時間を取られてるせいで、前にも言ってますけども、私これまだ手つけられてないんですよね、武器全体を。だから試すも何もできたもんじゃない。あとレイドもねショップの方で汚れた金貨を洗う、こっちのレイドの方とかですね、武器がね全然落としてないんですよね。もうこっちの方にも手が回らないっていうのが正直なところです。もう武器が いろいろもうかなりの数あるにもかかわらず、ドロップ率が、素材のドロップ率が悪すぎる、本当に悪すぎる。これのせいで研究が進まないっていうのが、まあちょっと愚痴っぽいところを言わさせてもらいました。まあね、まあそれは取り除いてたとしてでもですね、まあ作業するのもあんまり嫌いではないのでいいんですけども、ちょっと普通にねプレイしている方々にとっては一番問題なんですよね、この限界突破のね素材が集まりにくいというのは。このね最終段階のはいいんですよ、別にこれはね揃わなくてもいいんですけど、他ですよね、こっちはね余ってもいいんですよ、こっちは余ってもいいんですよ、こういうのは。でもこれだけはね、まあ運営さんのやってる通りが正解解かなとは思うんですけども、本当にね武器素材はもうちょっと優しくドロップしてくれるようにしてくれたらありがたいかなと思います。キャラクターも増えればね武器も増えてくるんで、それに伴う素材集めっていうのが本当に厳しいとね、やる気をなくす可能性はあります。そうなってくるとね非常によろしくないこともあると思うので、売り上げもね悪くなったりすると思いますので、どうか一行運営さんはね見ていただいていたら一行お願いいたします。まあ愚痴っぽく、終わることになりますけども、これで、動画を終わりたいと思います。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。ちょっとしたね冗談とかもやっていこうとは思いますので、温かい目で見ていただければなと思います。ではね、またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバダイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバダイ。